駅のホームに駆けつけた大勢の人。その視線の先には満員状態のトロッコ車両。今月23日にラストランを迎える JR 木次線の奥出雲おろち号です。お楽しみに来ました。乗れるってことで本当に良かったです。寂しいですね。寂しいけど頑張ります。雲南市と広島県庄原市を結ぶ奥出雲おろち号、運行終了まで残りわずかとあって連日満席状態が続いています。おろち号といえば開放感たっぷりの車内から望む四季折々の風景が魅力ですが、多くの乗客にとってもう一つの楽しみが、車内で食べるこちらのそば。美味しい、いただきました。うちの情報を手に入れられて、ぜひ、亀岳駅のそば弁当を食べたいなという、旅の思い出の一つになればと思って、そういったサービスも、しているわけなんですけど、このそばを製造販売しているのが島根県奥出雲町の扇屋そばです。なんとこの店、店舗そのものが木次線の駅舎 JR 亀岳駅。鉄道ファンにとって聖地ともいえる沿線の人気スポットです。名物は国産のそば粉を石臼で甘皮ごとひいた香り高い奥出雲そば。昨日はラストランまで残り1週間、多くの鉄道ファンや観光客でにぎわっていました。前々からちょっとね、名物らしいっていうのは聞いてたの。いや、美味しかったです。美味しかったです。販売しているのはもちろんそばだけでなく、こういった感じで乗れるんですね。実際に乗っていただける乗車券なので、まだ国鉄時代の1970年代に亀岳駅の業務委託を請け負うことになった今の店長ゆずりはさんの父、収入の足しにと2年後にこの蕎麦屋をスタートさせました。というわけで、蕎麦屋の店長でもあり駅長でもあるゆずりはさん、列車が到着すると乗客用のそば弁当を配ります。創業当初から行っていますが、おろち号の運行終了が決まると売り上げは以前の2倍に。一方でゆずりはさんの胸の内は、そうですね、なくなるのは寂しいですよね。にぎわいも減るんでしょうし。広島から来たこちらのお客は、たびたびおろち号を撮影に訪れているといういわゆる撮り鉄。この日はいつもと違う瞬間を狙います。今日は一番の目的は何ですか？今日はここです。ここでね、弁当おろち号とそば弁当を渡すゆずりはさんのツーショット。こういうモデルになることもあるんですか？いや、どうですかね。これも奥出雲おろち号には欠かせない光景でした。ゆずりはさんは運行最終日の今月23日もこれまでと変わらずおろち号の乗客へそば弁当を渡したいと話しています。長年見続けてきた、そういう光景がですね、ここで途切れてしまうっていうのは本当残念な、気持ちもありますし、いや本当お疲れ様っていうもう一言ですよね。ご苦労様っていう、
運行開始から26年、いよいよその歴史に幕を下ろす奥出雲おろち号。さまざまな思いを乗せてラストランまでを走り抜きます。